おはようございます。いや、夜は気持ちよく眠れました。ではテントを畳んで出発します。テントの片付けが完了しました。いや、気持ちよくね泊まりました。いや、ではこれから西沢渓谷の方に下山します。今7時40分です。仮坂峠に到着しました。日本三大峠の一つですね。282メートルです。三大峠とは三福峠、あと張ノ木峠と仮坂峠ですね。景色が素晴らしいです。山が見えます。風が強い今日は。で、あっちの方に車の山、海の方に近くが見えますが、いいね、絶景です。ここね、下山して西沢渓谷の方に行きます。綺麗な花が咲いてました。お、蜂が止まった。綺麗ですね、紫色。Thank you.
有料道路の入り口まで降りてきました。特にカリサカレーが見えますね。カリサカレー、カリサカ峠はこの辺ですね。ここからぐーっとね、降りてきました。景色が素晴らしいですね。今10時50分です、バス停に到着しました。こっちは円西駅行きですね。こっちは山梨市駅行きです。今10時50分なんで11時22分の、バスに乗ります。バスが来るまでまだ時間があるんで、ここでね何か食べていこうと思います。山菜五目ご飯、美味しそうです。あ、これがキノコ汁なんですね。はい、あの黒いちっちゃいのはね、はい、栗竹、ほとんど取れない。あ、栗竹、うん、ほとんど栗竹はね、取れない、ね、あ、取れないですね、貴重ですね。一つもしか入ってない。すごい、自家製の刺身こんにゃくも美味しそうです。山菜五目ご飯、いただきます。香りがいい、山菜の香り、うまい、香ばしい、うん、香ばしい、残り、うまい、キノコの出汁が出てる、うまい。自家製刺身こんにゃく、うまい。トロみたい、刺身のトロ、うん、うまい。味噌汁もうまい。漬物もうまい。うん。うまい。ちょっと。ごちそうさまでした。バスが来ました。バスに乗って。山梨市駅に行きます。12時20分です。山梨市駅に到着しました。ここから電車に乗って新宿に帰ります。いらっしゃいませ。うわ、ダメじゃん、満席。次の列車、うわ、次も満席。うわ、ダメじゃん、特急が満席で乗れないんで普通列車ですね。これ12時59分大月行きに乗ります。
証言峠、笠取山、仮坂峠、登山、過去リベンジ編で使ったお金。丸一、交通費合計18,770円。内訳、新宿駅から円山駅、JR 特急開始3560円。円山駅から証言登山口、タクシー12,000円。西沢渓谷入口バス停から山梨市駅、バス900円。山梨市駅から新宿駅、JR 2310円。丸二、証言小屋、テント泊代1,000円、缶ビール500円。丸三、笠取小屋、テント泊代800円、缶ビール500円かける3本。丸四、仮坂小屋、テント泊代1,500円、缶ビール600円かける2、獅子鍋700円、缶チューハイ300円。丸五、東沢山荘で使ったお金、合計1,670円。内訳、山菜五目ご飯880円、天然キノコ汁400円、缶ビール390円、総合計27,940円です。まとめ。丸一、4日間とも天気が良くて気持ちよく最高の登山ができました。丸二、ゴールデンウィークなので電車も山小屋も混んでいました。行きの電車は特急に座れましたが、帰りは特急が満席だったので普通電車に乗ってずっと立ったまま帰りました。山小屋に遅く到着したテントを持った人はテント場の空きがなくて素泊まりで小屋に泊まっていました。丸さん、タクシーに乗るときは前もって千円札と小銭を用意してから乗るようにしています。丸四、ドコモの電波は証言小屋では入りませんが、少し登山道側に歩くと弱いけど入ります。笠取山山頂ではすごい弱いけど入ります。登山道では入る場所も少しありますが弱いです。笠取小屋では入りません。仮坂小屋はすごい弱いけど入ります。丸五、新しい寝袋最高です。夜は寒かったけど寝袋の中は暖かいです。新しいエアマットも最高です。空気漏れしないでずっとふかふかです。丸六、どの小屋の水も冷たくてまろやかで美味しいです。トイレも綺麗です。スタッフの方も親切で気持ちよく泊まれました。丸七、笠取小屋の近くまで鹿の群れが寄ってくるので鹿を観察できます。丸八、山をいくつも登ったり下ったりするのでアップダウンが激しいです。テント泊装備だときついです。丸九、仮坂小屋の獅子鍋美味しかったです。ジューシーな獅子肉に野菜がたっぷり入っていました。濃厚な味噌味で美味しかったです。また食べに行きたいです。丸十、無印食品の炊き込みご飯美味しいです。できれば2号用だと量が多いので1号用を出してほしいです。丸十一、小さいアブが多くなってきました。首のあたりを2箇所刺されました。丸十二、東沢山荘の山菜五目ご飯定食、天然キノコ汁が美味しかったです。特に定食についてる自家製刺身こんにゃくが大トロみたいで美味しかったです。丸十三、今回もまた途中で撤退することにならないか不安でしたが、視聴者の皆さんが応援してくれるおかげで達成することができました。本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。またいつか他の山でもテント泊縦走してみたいと思います。ではまた。